ちゃん。さあ、やってまいりました。はい、始まりました。ハゲちゃんが始まりました。お願いします。今日はね、リモート。はい、リモートです。リモートまだ。で、ちょっとやってみようかなと思います。はい、初の元気でした収録ですね。元気でした。生放送ぶりですね。本当ですか。元気でした。はい、元気でした。まあね、世間は本当にいろいろね、大変なことになってます。まあ、収束してきたんですけどね、気を抜かず皆さん、そうですね、過ごしていただきたいなと思いますし、マスクとか手洗い、いろいろなことありますけどね、ちゃんとしていただきたいなと。で、毎度、言いますけど、本当にね、医療関係の皆さんもね、本当に、お疲れ様ですというか、ありがとうございます。はい、またこれからもまた大変な日々が続くと思いますけど、またよろしくお願いいたしますということで、はい、はい、今日は何をしましょうかね。なんと、はい、開幕が近づいてきました。無事に。そうですね、今週末になりました。19日でしたっけ。19日です。そうですよね、はい。まあ、しばらくは無観客ということですけど、まあ、一応開幕できるということで、うんうん、すごく嬉しいですね、やっぱり、うん、はい、やっと始まるっていう。そうですね。で、僕の四国アイランドリーグプラスっていうのも、はいはい、僕たちの試合は21からですね。21、ちょっと、はい、はい、はい、そうですね、始まることになりましたので、僕も、はい、無観客で最初はやるみたいな、はい、ぜひぜひ、はい、はい、後からも言うんですけど、はい、インターネット中継を、あ、そうなんですか、はい、だからもうどこでもやっぱり見れるっていうことで、あ、じゃあぜひ概要欄にそのインターネット中継を。そうですね、また最後にね、はい、番組の最後にまたちょっとお知らせしたいなと思います。はい、はい、プロ野球も特別ルールが導入されての開幕ということで、はい、出場枠が31人とベンチ入りが26人ですね。人数は選手にとってはすごくいいじゃないね。いいことなんですね。だって人数が増えるんだから一軍におれるんでしょ。あ、確かに。だって その枠で僕勝って巨人の時なんて一軍二軍行ったり来たりだったんで、はい、だって僕はこの番組でもちょっとは言いましたけど、はい、二軍に落とされる時に、あ、もうそろそろ僕かなって思う時あるんですよね。その時は僕は便所の中にずっと隠れてたんですよね。呼ばれるの、小田君入ってるのは分かってるよってマネージャーに言われたことありますけど。あ、そうだ、はい、だからそれぐらい、ね、やっぱり厳しい世界なうんうん、だから一人増えるっていうことはすごくいいことですね。ベンチ入りも26人で、はい、あと延長10回の打ち切りですね、が決定ということで。10回の打ち切りね、これね、はい、どうなんですか、勝敗にすごく、左右されるとは思います、ね、そうですよね。10回は結構どうなるんだろうって見てても思うところでした。外国人だから引き分けがすごく増えてきますね。そうですよね、引き分けの場合なんだ、はい、どうなんだみたいな、今日なんかそうですね。引き分けが増えるイコール、引き分けって勝ちと結構一緒なんで、はい、引き分けの数でまた、うん、勝敗と順位が左右されるかなと思いますね。そう、外国人枠だけはまだ競技中ということなんですけど、はい、まあ、そんな特別ルールが適用される中で、だから3月にペナントの順位予想したの覚えてますか。3月に覚えてますか。うん、そのどう変わっていったのか、今の練習試合も含めてですけど、今日はそれを企画としてやっていければいいかな。変わらないかもわかんないしね。そうですね、小田さんは見てきて、うん、変わるんだけどね、これ変わるんですよね。変わるんだけどね、うん、そちらをやっていければいいかなと思っております。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、セリーグからいきましょうかね。はい、セリーグ、はい、まあ基本的に、まあ、練習試合だけを見てとかっていう問題じゃないですけど、ここの3ヶ月うまく過ごせたチームがやっぱりこう、はい、うまく過ごせたっていうか、まあやることはね、はい、集まってできなかったので、練習とかが、うん、で、じゃあまあ一時停止された時があったので、はい、うまく利用できたところが、うまく自分のその練習を、はい、で課題をその期間で、できたところが一つと、はい、あと、はい、怪我を、してて復活したこの3ヶ月間で、はい、そうですね、そのうまくなんできたのがいい、うん、順位になるかなと思うんですけど、はい、3月にやった時僕多分ベイサーズ1位
そうですね。1位がベイスターズ、2位が巨人。で、2位が巨人で、はい、3位が広島で、で、4位が多分阪神で、はい、で、中日ヤクルトの順位だったんですよね。そうです。はい。あの、僕、優勝はかな、あの、変わらず、僕変わらず、ベイスターズですね。はい、1位横浜ですね。あのね、やっぱりね、ベイスターズは練習試合もそうなんですけど、はい、最近ずっと2番を打てるオースティン、はい、オースティン、はい、選手が入ったことによって、はい、都合選手が辞めましたけど、はい、そうですね、オースティン、オースティンね、オースティン、はい、いますよね、はい、で、ロペス、はい、ロペス選手ね、で、あと、はい、ソト、はい、ソト選手で、ソト選手が、はい、2番をずっと打ってたじゃないですか、はい、そうです、ね、まあ、2番打ったり、まあ、いろんな打順打ちましたけど、ホームランとか通りましたし、はい、で、まあ、ロペス選手とソト選手は、2桁本塁打、まあ、30本近くの本塁打を打って3割近くの多分打率を残せると思うんですよ、はい、でオースティン選手が入ったことによって、ま、だあの打ってたらもう1球打つのがすごくうまいんですよね。だからちょっと外国人の選手は、はい、外の、球を打つのが、得意というか、もうストライクゾーンがそういう風になってるので、はい、あのインコースがちょっと苦手かなと思ってたんですけど、はい、見た感じすごくなんかこう、うまく打つので、うん、この3人がもう2番3番、うん、5番あたりをこう固めるとすごいいいチームにやっぱり通常通りになっていくかなと、はい、でオープン戦もその結果を出してくれてますし、はい、であと4番に入ってる佐野選手が、はい、佐野圭太選手、はい、佐野選手はあの、昔で言ったら、僕も同級生なんですけど、はい、ロッテを辞めた三郎選手、はい、三郎選手、ね、下克上って言われてた、はい、あのその、日本一になった時 の、 あの3位から、まあ、日本一になったっていう時のあのサブロ選手の4番、つなぎの4番がこの佐野選手が、同じような働きをするかなと、皆さんは筒子選手の代わりはどうなるかなとかって言ってたんですけど、はい、うん、でもなんかこうそうなるかなと、はい、抜けた穴を補強する選手がたくさんいらっしゃるということです、ね、はい、だからもう完全に1位だと思います。1、そのまま1位ですね、はい、はい、ありがとうございます。2位は巨人予想でしたけど、はい、そうですね、あの巨人はもうすごい集団の集まりなので、はい、この中で若い選手が育ってほしいなと、うん、湯浅選手、はい、がね、あの坂本選手の後釜とかって言われたりしてますけど、はいはい、ああいう選手が出てきて、ベテランと若いのがすごくいい具合で歯車があったら、いいチームができると思うんですけど、やっぱり山口選手の、大リーグ行った山口投手の穴をちょっと埋めれないかなと、防御率も1位になったその穴をちょっと埋めれないかなと僕は思いますね。まあ、菅野選手とかも山口選手がこの間練習試合ですごい活躍されてたって言ってました、ね、はい、なんですけど1年間をどう乗り切るかっていう問題ですよね、はい、でもまあその中で、菅野選手が主となって、どこまでできるかって話ですね、はい、はい、まあでも打線はもうあのコロナとかちょっとねあのかかってしまって、はい、坂本選手が出遅れてますけど、そうですね、大城選手とか大城選手と、はい、はい、大城選手も最初なんかこう正捕手で行くみたいなこと言ってたんですけどね、はい、でもなんかまあ強い集団なんですけど、はい、まあ、若手と、ベテランがうまくこうなんかこう噛み合ったらまあもうちょっと上に行けるんかなと思ったんですけど、まあまああの横浜の方がちょっと上手かなっていうのはありますね。バーラー選手もすごい活躍しそうですよね。この間1番打ってらっしゃる。そうですね。でもね、バーラー選手あの活躍しそうですけど、はい、あの巨人っていうチームは、はい、もうやっぱりスター選手ばっかりなんで、それ以上にやっぱり外国人選手が目立たないと、はい、うーん、ちょっとだけ目立っても仕方ないんですよね。あ、確かにみんなスターですもんね。そうなんですよ。だからもう、はい、今の働きじゃまだちょっと物足りないかな。うん、だからいつまで我慢するのかなって、例えば打たなかった時にどこまで我慢するのかなというのもちょっと、はい、すごい方だなと思いながら見てます。はい、そうですね。2位でいきますか、巨人は。2位です。2位で、あ、このまま変わらずね、はい。はい。小田さんの順位予想、3位は広島でした。
はい、広島はもうあの本当は4位か5位ぐらいだったんですけど、僕の予想、はい、あ、はい、菊池選手が残ってくれたことによってですね、大リーグに行かずに。でもね、なんて言ってもね、あの、はい、まあ、広島はピュア選手と、はい、メヒア選手、この外人がやっぱり、はい、あの、うん、あ、で、もう打つようだったら、はい、まあ、上の方には、上位の方には行くかなと思ったんですけど、はい、やっぱり菊池選手が残ってくれたっていうことが、僕は一番の、広島にとっての、補強というか、はい、うん、ずっといたんですけど、残ってくれたっていうのが最大の補強だと思いますね。はい、松井聖也選手は、まあ、もう去年通り、あの、同様、はい、活躍してくれると思いますけど、はい、はい、あの、まあ、いろいろね、あと西川選手だったり、はい、いっぱいいますけど、はい、まあ、この菊池選手が残ってくれたっていうことが一番の、はい、3位までに滑り込んで、残るかなと思う、ね、A ランクで。そうですね、あとピッチャーもね、あの、いろいろとなんか開幕2軍とかこういろいろとね、うん、あの寂しいニュースとかもありましたけど、はい、うん、あの笹岡監督はやっぱりピッチャー出身で、はい、実を言うと初打席僕は笹岡監督なんですよね。そうなんですね、はい、カーブをね 1-2-3 で待ってたのにもかかわらずサードフライというね、一番最初の打席がすごいカーブを放ってたっていう佐藤監督もやっぱり守りの野球を、今までちょっと打の野球だったんですけど、守りの野球をどうして、作っていっているのかっていうのが今年の戦い方の楽しみですね、広島は。はい、広島カープ、はい、ですね、そのまま。はい、さて、こっからです。4位は阪神予想でしたが、そうなんですよね、4位はね、はい、中日です。あれ1個、はい、落ちましたね。はい、中日はね、ちょっと出来上がりがいいですね、はい、このやっぱり3個に分けて、はい、あの練習をしたりしてる、はい、なんかこの練習の仕方がね、まあちょっとまあまあ個人個人、うん、責任感がある練習をしてたかなと僕は、ね、うん、思います。あの 外国人選手とか、はい、いろいろな形でねありますけど、はい、高橋周平選手がすごく独り立ちしてくれたのが、うん、まあ、ちょっと4位いけるんじゃないかなみたいな感じはありますね。梅津選手がすごいストレートが速くな、ニュースで見たんですけど、すごいピッチングされてます、ね、ちょっと前のやつはちょっと良くなかったんですけど、はい、でもね、ここのチームはね、いつも言うんですけど、キャッチャーなんですよ。うん、いや、キャッチャーが決まればなんとかなるんですよ、はい、でも決まらないまま最、もう本当に毎年最後までいっちゃうんですよ、これ。加藤選手とか木下選手とかですよね、今だと。そう、郡司選手とかね、はい、いるんですけど、これでもキャッチャーですね、僕は。じゃあ中日はキャッチャー次第ではもしかしたらもうちょい上に行ってるかもしれないってことですね。はい、もうキャッチャーが決まったらもう強いチームになると思います。そこもじゃあもしかしたら変わってくるかもしれないポイントで、はい、個人的には、はい、吉見投手、山井投手、はい、このおじさんトリオが頑張ってほしいです。トリオじゃないな、ダブル、ダブルですね、が頑張ってほしいね。はい、はい、ここもちょっと注目しつつの、そうですね、5位です。5位は阪神ですね。あ、1個落ちて阪神ですね。はい、5位にしたのが、はい、ボア選手が思ったより、はい、うん、しっくりこないんですよね。ファーストのボア選手ですね、うん、やっぱりあの外国人のやっぱりこの見てしまいますよね、どれぐらいの出来上がりかっていうのが。分かる。で、あの、はい、阪神ってはい、あの昔バース選手とかいましたけど、はい、外国人選手の野手取るのはあんまり上手くないんですよ。いい選手があんまりいないんですよね。僕の記憶の中ではバース選手とオマリー選手ぐらいですかね、2つぐらいです、ね、あと今はサードにマルテさんがいらっしゃいました。 いるけど全然活躍してないじゃないですか。うん、だから活躍してるのはバースとそうですね、活躍してるオマリー選手ぐらいなんで、うん、でも本当奈々ちゃんなんか分かんないでしょ、バースとか。あの、ま、名前は聞いたことあると思うんですけど、はい、まあ、あのレジェンドとしてニュースでいっぱい聞いてたりとか、なんかそう、本当はバースさんはバースさんっていう名前じゃないんだとかは分かります。なんかニュースでやってた、なんか登録の名前ならしいんですよ。え、マジで？はい、そうなんですよ。え、バスですか、本名で。私これ昨日ニュースで見たんですけど、そうですよ、ランディバースじゃないんですって。あ、バス、ランディウィリアムバスだったと思います。ランディ
プラン B、ウィリアムバスだったかな。なんかもう伸ばさないんですよ。はい。マジか。すげえ。奈々ちゃんすげえな、それは。でもニュースで見たんですよ。そうなんだって。マジで。はい、なんか阪神の都合で登録の時にバースだったっていうのを、俺のバースを返してくれよ、ちょっと。でもなんか、みんなランディって呼んでたって、阪神の選手はランディ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 、はい。まあでもね、それぐらいだから阪神はちょっと、あの外国人選手で困ってるので、はい、まあ今回もちょっとやばいんじゃねえのっていうのはありますね。そうですね。僕も阪神ファンだったのね、阪神も頑張ってほしいんですけどね、はい、そうですね、なんか思ったより練習試合とか見てると、まあ、もうちょいなんか順位とか下に来るのかなっていうちょっと覚悟があったので、はい、なんかでもね、いってる気もしないでもないんですけどね。でも阪神がね持つのはやっぱり福留選手と糸井選手のこの、うん、レジェンドですね、はい、レジェンド、うん、なんか大山さんとか北条さんがもうちょっとこうグッグッと、そうですね、はい、いいのかなとは思います、うん、まあ、ってことはの、はい、6位はヤクルトですね。ヤクルトね、ね、一番はやっぱりね、バレンティンがね、やっぱり抜けたのが、これがちょっと大きいですね。うん、ヤクルトは昔から、はい、昔からっていうか、ここ最近、打のチームなんで、うん、やっぱり点を取らないと、まあ、ピッチャーがちょっと薄いというか、はい、ピッチャーがちょっと計算できるピッチャーがいなかったので、はい、だから、打たないとちょっと負けてしまうという、状態になってるんですけど、やっぱりバレンティン選手が抜けたということがすごく痛いですね。はい、練習試合でもやっぱ結構点を取られているっていうイメージが強いですね。はい、なのでちょっとあれかなと思いました。全然6にしました。はい、はい、ということでセリーグはじゃあ変わったのは 4-5 の入れ替わりですね。中日と阪神が入れ替わったという感じで、うん、はいはいはい、ということで最後に小田さんのマンダリンパイレーツの方のお知らせをよければ、はいはい、まあ、もうお知らせですね、はい、今年は20日、6月20日から、はい、マンダリンの試合は21日からなんですけど、あ、はい、四国アイランドリーグプラスっていう考えたら20日から始まるんですよ、ね、はい、開幕します、やっと開幕します、はい、YouTube の、マンダリンのその YouTube があるんですけど、はい、その中で、インターネット中継を今年からやることになりました、はい、全国どこでも、はい、見られるような環境になりましたので、はい、いいですね、全国どこでもアイランドリーグ見られて、やっぱ行かないとあったので、はい、僕の、ベンチいるロン毛を見ていただければなと、いい探してもいなさそうですね、はい、すごい多分こんな髪型してますけどその時にはすごくロン毛でお会いしましょう、はい、何年かかるんだろう、ま、だからその登録何年かかるか、ね、まあだからそれに登録していただいて、はい、皆さんで楽しい、プロ野球もね当たり前ですけど、はい、四国アイランドリーグプラスも皆さん興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、チャンネルは多分概要欄に載ってるのでよかったら皆さんそこから飛んでいただければと思います、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日は、はい、はい、またプロ野球が始まるっていうことでまだね、なんかもう嬉しくなってきますよね、嬉しいです、はい、でまだなくなりました。そうなんですね、野球をは始まるっていうことはやっぱりこの世の中がすごく明るくなるっていうことなんで、そうですね、やっぱちょっと気分が上がりますよね、はい、やっぱり野球好きな人たちは皆さん、はい、でも最初はね、はい、無観客試合で、はい、やるみたいですけど、またまたお客さんをねまた入れたり、はい、いろいろすると思いますんで、はい、皆さんいろいろ予防の方とかも大事だし、プロ野球選手が、プロ野球を本当にもうこう皆さんにいいパフォーマンスをできるような環境をまた作っていただければなと、はい、思います。はい、はい、今日は長々と、またお会いしましょう。はい、最後に皆さん、はい、これの3、2、1やりました炊飯器、じゃあ